今日ね、2日目ってことで、伊勢の下空の方に来ています。で、今日は先にカフェ巡りの方ね、しようかなと。朝ごはんもちょっといただいてから参拝ということで行きましょう。お願いします。セット書いてあるんですが、牛丼がメインどころです。木の下ちっちゃい。木なんです。オープンサンドとかこういうのあります。ちょっと入ってみますか。はい。
参拝してきます。どうですか、リクさん。無事にお参りしまいます。それはよろしゅうございます。また来たいと思います。また来れるように頑張って。パワースポット。パワー。鈴がついてる。かわいいね。いやいや、リックちゃん、何、見なくて何かったの。色違い。色違い。なんかこの色がかっこよかった。あ、なんか渋いね。それまた。なんかね、虫っぽい。伊勢神宮内宮来ました。こんなことやってます。行きましょうかね。人やっぱ多いね。人多いな。なんかもう横丁怖いし。あ、すげえ。もうなんかコロナ怖いよ。ご参拝の皆様にお願いいたします。ただいま参拝手続きが本日しております。すごいね。一番ご縁が良さそうだけど、こちらが有名な宇津津川です。こちらで、まあ、あの手水舎の、まあ、大元と言われる方ですね。こちらの方で手を清めます。ほうほう、ここで手を洗うんですね。っていうのか、本当はここにはあんまりお金は落としてないんです。なんか落とすやついますよね、これ。ダメだよ、落としたら。はい、よし。よいしょ。水晶を見せてください、水晶を。あ、いいですね。気を待ってます。繰り返しご参拝の皆様にお願い。結構人がいます。結構人がいます。見えますか。今から参拝行きます。
じゃあリックさん、どうぞ。同じ色にしたの。リックさん曰くこれでセットなんですね。セット私もリックさんの言葉を信じて紫、白いやつを。さっきのがマガタマで、これが鈴だけど、僕は御霊と呼んでる。御霊心が現れる。心が現れる。自分の心をここに。これで一安心か。一安心。これでもう完璧です、ね。じゃあ行きますかね。横丁あまりにも人が多いんでちょっともう密すぎるんでやめます。ここなんで不動産とか入ってるの。電子クーポンも紙クーポンも使えます。